クトリー。はい、どうもビターズファクトリーの工場長ビタでございます。今回は、僕の持ってるカメラを全て紹介しますという動画の、最終編です。トイカメラ部門ですね、紹介していきます。まずは、はい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 、デジタルハリネズミ5個分です。まあデジハリといえばすごい人気のある機種ですけど、今も結構人気あんのかな。まあちょっと面白い写真が撮れるよっていうカメラですね。トイカメラといえばデジハリみたいな。ただちょっと電池が普段炭酸とかで使えるものじゃないんで、その辺が大変ですけど、まあまあ気に入った方はすごい使ってると思います。で次、はい、次ビビター VC5050。 はい、なかなか有名やと思います、トイカメラ界では。ちょっとここがベタベタしてるな。はい、まあ普通のトイカメラです。結構過激な写真も撮ろうと思えば撮れるっていう。で、はい、これビビターのなんてやつだっけ、名前を忘れました。書いてないな。消えてんのかな。型番というか名前忘れました。これズームもできる。トイカメラとしてはズームできるのってあんまないと思うんですけど、はい、ズームもできるトイカメラ。ビビターのカメラ。そんなになんか、いろんなことできなかったと思います、でも。ただデザインはね、可愛らしい。ちょっと一眼っぽい感じ。で、次は、ヤシカ。ヤシカもね、フィルムの時代はがっつりフィルムカメラ出してましたけど、今の時代はね、もうトイカメラのメーカーになっちゃってます。今もあんのかな、現存すんのかな。はい、EZF521 と EZF1233、 はい、ヤシカのトイカメラ。こっちはちょっと特殊です。コーティングすごいです。これレンズの真っ赤っかです。デザインがね、やっぱりトイカメラって可愛いのが多いですね。で次は、はい、 D ゾーン。ちょっと変わってます。これトイカメラ。これはイオンかなんかで売ってたんかな、昔。結構 D ゾーンっていろいろシリーズ出てるみたいです。僕はこれ1台しか持ってないですけど。でこれコンコルドかな。これもトイカメラですね。結構トイカメラにしてはしっかりした作りです。まあ僕がトイカメラっていう位置づけに勝手にしてるだけかもしれないですけど、まあまあそれなりにズームもできるし、頑張ればいい写真が撮れるかもしれないカメラ。で次、健康携帯みたいなやつ。これ何やったっけ、健康のビュースリム。そう、ビュースリムです。これ電池が内蔵型でミニ USB から給電するようになってます。で SD カードで撮れると。まあ撮れる写真は面白い感じですね。トイカメラっぽい写真が撮れます。で、次健康、また、はい、これが何だったかな、名前をちょっと忘れちゃいましたね。名前が分からへん、これがちょっと変わったカメラで、前面と背面に液晶がついてて、すごい広角で撮れるカメラです。35mm 換算で言って16mm とか 18mm とか、なんかそんぐらいだったと思います。で、防水性能があると、海の中でも使えるよっていうのが売りの8メガピクセルの健康のカメラです。で次ポラロイド。はい、ポラロイド
iZone550、 これ MP3 の機能ついてますね。で次、ポラロイドの T1235 で次 T830、 これポラロイドで次 A520 ポラロイドで次 A530 ポラロイド、はい、全部ポラロイド。この辺はね、ちょっと問いっぽい感じなんですけど、この辺からは結構がっちりした感じ、国産のがっちりしたあの国産メーカーの、カメラっぽい雰囲気にはなってます。撮れる写真としてはまあこれは結構普通に撮れましたね。こっちも普通に撮れたな。うん、なんか問いっぽい写真にも寄せれるし、普通の写真にもできるしみたいな、まあ、イメージです。これはね、思いっきり問いっぽい写真が撮れました。デザインかわいいな。で、これは何やろう、マッハパワー、はい、多分マッハパワーっていうメーカーの DX350、 これは遠いカメラですね。結構サイズ的にはでかいですけど安っぽいです。で、あと、はい、これ、はい、名もなきちっちゃい遠いカメラ、これ、まあ、あのフラッシュメモリーが中に入ってて、USB で画像をパソコンに送るというものですね。で次、はい、ギズモンハーフ D、はい、これは故障したものを買って分解してバッテリーを、入れ替えて直したものです。ギズモンハーフ D、 ちょっとねデジハリとかと近いかな、用途的には。はい、で次、はい、アグファフォト 505D、これはアグファ、アグファはねあんまり知らないんですが、まあトイカメラです。デザイン的には結構可愛らしい。この5メガピクセルっていうのがちょっとダサいですけどね、ここなかったらすごい、そんなに安っぽくも見えへんし、いい感じで、はい、アグファフォトコンパクト102、これは、買い立てなんですよ。なんかリサイクルショップ行ったらね、これと同じのが10個くらい売ってて、多分業者が持ち込んだんかなと思うんですけどね。なんかそういうのを処分、廃棄処分するのに、まあ、リサイクルショップ持って行ってんのかなと思うんですけど、もう新品で買えましたね。使うのが楽しいです。まだ使ってないです、全くの新品。電池は電池、単三電池で動きます。赤色でそんなに安っぽくないし、可愛いカメラですね。で、まだあるかな、はい、はい、よいしょ、はい、ボンザートアンペル、二眼レフみたいなデジカメ、ここに液晶が上から覗けるものです。結構これ人気あると思います、未だに。ちょっとベタついてきてるな。こういうね、あのマット仕様の素材、ゴム系の素材ってやっぱベタついてくるんで、それがなければいいんですけどね。せっかく綺麗に保管しててもベタベタしてくるの止められへんっていうね。で、似たような形の、これサン&クラウド、これもねデジハリ系のカメラです。デジハリと中身一緒なんちゃうかなって思う感じですね。これ面白いのがソーラーで充電できたり、ここでね、手で巻いて充電できたりする。結構ね、あの安っぽくはないです。しっかりした作りしてますね。デジハリと一緒のメーカーなんやと思うんですけど、なんかネットの福袋、ビレバン福袋みたいなんで多分これ入ってました。デザイン的にはすごい可愛らしい。で、あとラスト1個、はい、キューリックス、はい、ちょっとおもちゃみたいなトイカメラですね。これ防水ケースを持ってるんで、防水ケースに入れてるんですけどね、使ってないな、あんまり使ってないですね。これ500万画素ぐらいのものなんですけど、使ってみたいなと思ってます。はい、以上でございます。トイカメラ部門でした。
今回全部で何台紹介したかな。ちょっとね詳細まで、お伝えしきれなかったというのと、あともう全部連続で動画撮りましたんでね、もう途中で舌回らんようになってたり、なんか意味わからんこと言ってると思いますけど、その辺はちょっとご了承いただきたいなと思います。またね、何かこれの写真見たいとか、このカメラで撮った写真見たいとか、もしねあれば、できる限り、作例を撮って公開っていうのもしたいなとは思ってますんで、よろしければね、コメントもいただければと思います。というわけで、今回で、終わり、僕のすべてのカメラを、見せますっていう動画のシリーズでした。また次回ね、XA1 の作例とかね、また出したいと思います。撮ってないんですけど、まだマウントアダプター届いたら撮りたいと思ってますんで、よろしければご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。